がたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい？金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。九郎様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。ハローヘンに呪いを着せたそうじゃな。ああ、あやつめグズリオってな、まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな、無理くり着せているからの。何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。ご供養。いかが？こんなとこ、死者があるところ、汚れとて我らばか。さあ
死者があるいずこ。悟空。死者。
たはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。している。ああ、あなたですか。流害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか？流害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。流害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の芯となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？芯となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。
我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。おう、you
作戦、逃がすな。旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれだ。おう。やっぱりか。ともあれ、助かったよ。ちと下手こいちまってな。侍どもにしつこく追われて参ってたんだが、旦那がみんな黙らせてくれた。これはその礼さ。俺の食いぶちは情報だからな。うん、まだなんか用かい？あいにくと危ない場所では飽きなわないのさ。命あってのなんとやらだ。縁があればまたどこかで会おうぜ。
辺りに忍びが入り込んだそうじゃ。探してくれ。心得たな。あいつ踏み込んでおかしい。なあ、それだけ戦が近いということじゃろ。だからこそ放ってはおけぬのだ。
狼殿、よく参られました。ではまた。あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな、旦那。よう、旦那、また飽き。じゃあな、旦那。